丸山は、北海道札幌市中央区にある標高225メートルの山である。所在地となる地名も同名である。石狩平野に面し、札幌市の中心から西の近くにあり、札幌市民の降楽の場になっている。山の大部分は、塩山原子林として保護されているが、過去に人の手が入っているので厳密な意味での原子林ではなく、天然林に当たる。 札幌市西部の山地の端にあたるが、山海はほぼ独立している。北、東、西で平地に面し、南は双子山という低い丘に続く。山頂から北西に長い尾根が、西にはそれより短い尾根が伸びる。登山道はこの尾根沿いに付けられている。一帯の町名は円山で、その西の市街には円山成町がある。西から北へ山裾円山川が流れる。 東側の麓にはかつて境川が流れていたが、後にほとんどが地上から消えた。山の基盤は第3期中心与から前進与に生成された西の層で、これを安山岩室の溶岩が第4期諸島に貫いて頂上部が出来上がった。もともとアイヌ人はこの山のことを藻岩と呼んでいたが、札幌中心部から見た山の形が丸いことから、明治時代に和人によって、 円山と名付けられた。萌岩の名は、和人の誤解によって、円山の南東にある萌岩山に引き継がれることとなった。札幌に北海道の本府を建設するために訪れた島、義勇開拓法岩は、都市計画を練るため円山に登った。島開拓法岩は、円山に神社を置いて、宗教的守りとし、東に市街を設けることを決めた。年に、 炎山の北の麓に札幌神社が作られた。後の北海道寺イングルである。開拓士と以後の行政官庁は炎山の山林の保護を基本政策とした。1872年に山頂からの石材切り出しが許可され、採石が始まったが翌年には禁止された。その1873年に炎山の周辺での伐採は禁止された。一方、 札幌神社の外苑、円山の西のふもとには、1880年に、丸山守る樹園という試験林が作られ、1891年に移転廃止された。山の方は1921年3月3日に、円山原始林として、国の天然記念物に指定された。札幌市は幼樹園の跡地に公園を設けることにして、1903年から徐々に、 炎山公園の整備を進めた。1932年から1934年にかけて炎山公園に運動場が作られた。1951年には札幌市炎山動物園が開園した。炎山大指道1914年に四国88カ所に倣って88カ所の石仏が設けられてから登山が盛んになった。 北西の麓にある大市堂はこの時建てられた。多くの小さな石の仏像が北西の登山道の脇にある。また、一時は南の西の麓でスキーが行われた。20世紀に入ると麓に住宅が増え始め、1960年代に周辺は全く市街地と化した。21世紀初めの現在では一部で中原まで家が建てられ、山は 住宅地に取り囲まれている。丸山は低い手頃な山として夏には大人と子供がよく登る。札幌市内の小学校や幼稚園の遠足で登るところもある。冬は雪が積もるので子供は登らない。天気が良ければ札幌市街を一望のもとにできる。丸山は藻岩山とともに大都市のそばとしては例外的に豊富な自然を残しており。 バードウォッチングなど、動植物の観察に適している。最もよく使われている道は、北西の大師道からの山道で約1キロメートルある。もう一つは、西の尾根からの0 7キロメートルの道で、炎山動物園の裏から登るものである。大師道からの山道は、炎山88箇所と呼ばれる。炎山88箇所は、四国88箇所によるもので、1914年に、 上田万平、全七兄弟によって開かれた。四国八十八カ所では空海に油縁がある遺跡を巡礼するもので、円山八十八カ所では八十八の観音像が建立された。現在では百以上の観音像が建てられている。円山八十八カ所は地下鉄円山公園駅からも徒歩十五分ほどで行け、標高百二十五メートルの低山であり、登り一時間。 折り40分のコースである。毎年5月が山開きとなり、10月が山納めである。ありがとうございます。